ヤッホーじゃない。ようこそ、お越しくださいました。ギャルというよりか、本当セクシーですよね。セクシーうん、もう、ちょっとお祈りしとこう。うん、お祈り?。ムッシュムラムラ。これ、うん <laughs> これ雪ぴおが生まれる前からやってる <laughs> 雪ぴおよっていた。雪ぴおが生まれる前から,から。<laughs> 雪ぴおさんはモデルのお仕事で過酷なミッションってあります？雪も一応あのエックっていうギャル雑誌のモデルをやってたんですけど、エックって結構タイヤタレ系の企画撮影が多くて、<ー>であのー、知らずにこう朝水着を持って集合ですって言われて朝5時に渋谷に集合させられたんですけど、はい、着いた先が。 あのバスに乗って、つい、着いた先が雪山の中。ええ。え、水着着たまま、はい、行けって。カメラマンさんに言われて、寝起きで何も分からず、え、マジって言いながら、行って。はい、グラビア撮影始めるよって言って。もう寝起きのほかほかな体で、水着を着て雪山で。撮影をしたことがあります。なんだ、いいですね。一二。はい。おお、やったよね。そうそうそう。よし、帰いて。お、お、行け行け。行け行け。

今後の活動の抱負を伺いますか。えーっと、今日限りで脱退させていただきます。えーえー、すみません。今なってもうやめんの?。はい。今日限りで。いや。いや、今なったばっかりだから、もうちょっとやってもいいだろうって。